明けましておめでとうございます。それじゃ初詣に行こうか。うん、よく似合ってるじゃないか。見て見て、お父さんに買ってもらったの。私もまだまだいけるわね。お母さん、じゃあお礼を言わないといけないね。じゃあ社務所に挨拶に行くよ。お邪魔するよ。ああ、ゆり子さん、いいところに。バイトの巫女さんが一人風邪で来れなくなったって。今すごい混んでるし、どうしよう。ゆり子さん、ありがとうございました。のこちゃん、この子臨時の巫女さんね。やり方教えてあげる。じゃあこっちさ来て。タコミさん、バレだ。私が田舎者だってバレだ。こうなったらもし田舎さんって聞かれても。何の空に。あ、これクールだべ。これで行くべ。バレてない。焦った。バレてないんならいいべ。このまま話しかけず顔を伏せないように乗り切るだけだべ。どんな仕事もてきぱきこなすんだべな。そりゃそうだべ。助かったよ。ありがとね。こちらこそよろしくお願いします。